現役フィナンシャルプランナーが実践する幸せを運ぶ不労所得のすすめ。この番組は現役フィナンシャルプランナー藤井が実際に最前線で培ってきたお金の知識やノウハウ、不労所得で幸せに生きるためにこれまでチャレンジしてきた数々の失敗談や成功談についてご紹介する番組です。それでは番組をどうぞ。おはようございます。ナビゲーターの新時です。おはようございます。ファイナンシャルプランナーの藤井です。絶好調ですか藤井さん。絶好調ですよ。さすがです。深夜12時前ですけど。さすがです。はい、いつも24時間絶好調の藤井さん。12時のことはもう今日はなしですからね、言うのは。はい、ちょっとですね、はい、はい、今回は初めての不労投資、不労所得不労所得不労投資不労投資って言っちゃった。不労所得づくりウェブセミナーの後に、はい、はい、こちらの収録をしております。はい、今日楽しかったですね。楽しかったですね。はい、参加者の方も、まあ、こんな時間になったにもかかわらず、はい、最後20名を超える方たちが、うんうんうん、平日のこんな真夜中に、はい、本当にありがたいですね。その都合お問い合わせもいただいてね、はい、ありがたい限りです。本当にこれも絶好調の藤井さんのおかげだと思います。いや、そんな声張らなくても大丈夫だ。ありがとうございます。はい、いやところで藤井さん、はい、今日のテーマはですね、はい、まあ、以前もちょっと話題に上がったんですけど、うん、今年のですね、はいはいはい、確定申告時期、まあ、3月4月とかですよね、うん、で、暗号通貨、うん、仮想通貨、仮想通貨、暗号通貨、はい、暗号通貨、仮想通貨、同じですけどね、はい、で、いわゆる送り人って言われる、まあ、億を超える所得を、まあ、ゲットした方たちが、うん、その、まあ、納税した方に限るとは思うんですけど、うんうん、311人出たと、はい、出てましたね、この前ね。すごいですね、発表はね。そんなわけないだろ、もっといるよみたいな ねまあそれでも300人超えてるっていうのは、はい、なんか僕は結構すごいなと。そうですよね、はい、やっぱりいるもんですね。いや、送り人、送り人ね、はい、藤井さんも、もう見送り人になってますよ。見送り人ただ見そう、しまったみたいなね。あの時買っとけばみたいな。見送り人で遅れ人って、ね、そう、見送り人で遅れ人です。本当遅れ人羨ましいっていうね。いやでもそれでも311人の方っていうのは、はい、で氷山の一角ですよ、あんなのは。あ、やっぱりもっともっと大きいんですね。はい、でもそれでもそのまた決済をされたってことですよね、うん、その311人っていうのは。ある意味なんかこう潔いというかね、うん、なんか目的意識が見えますよね、うん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 、なんかそれを例えば100倍とかになったものを、はい、10万円ぐらいでしたね、うん、1000万とかね、本当に奥行く人も出てるわけじゃないですか、うん、でそこでね、こうもう実際に決済して、はい、決済して納税してるってことはね、そうですね、クリビトで311っていうことは現金にしてるわけですからね、うんうん、この現金にした人たちって何にお金使ってるんですかね。いや、僕に聞かないです、そんな。なんか藤井さんの周りにもいらっしゃるんじゃないですか。いや、まあでも、なんかちっちゃくね、はい、こう、換金してる人はいますけど。あ、ちょこちょこ。でも、まあ、少なくとも1億以上の決済をしていないと、そんなデータも出てこないわけじゃないですか。そうですよね。ね。考えたら。でもね、僕はね、結構素敵だなっていうか、ちょっと状況が分かんないんで、いろんな人それぞれあるし、もしかしたら、はい、そのね、大社長さんの、うんうん、うち買ってたやつがたまたま行ったみたいな人もあるけど、うん、なんかそれってこう、もう現金にしてるわけじゃないですか。そうですよね、うん、あともうこれから値上がりするかもしれないとか、まあ、新しいものに投資するとか、ね、ああそうそうそう、まあ、そういう人もいると思うんですけど、うん、なんか新宿さんね、ちょっと話それちゃうかもしれないけど、はい、思い出還元法って知ってる？思い出たまになんか前言ったような気もするけど、思い出還元法、はい、資産運用の中で一番大事なのは思い出還元法なんですよ。ほう、はい、まあ、なんか藤井さんはたまに確かに言ってるような気はするんですけど、うん、どういうことですか、思い出還元法っていうのは。そのままで出た利益の一部を思い出に還元していく方法です。あ、要はなんかその得た利益を次の投資に回したりするんじゃなくて、はい、そうそう、自分のそれは複利っていうじゃないですか、はい、複利で儲かったところを再投資して、
回していくことを複利っていうじゃないですか、はい、まあ、複利は複利なんだけど、例えば 30% の利益が出たとするじゃないですか、はい、そうするとじゃあ 20% 複利に回して 10% で家族と旅行に行こうとか、うん、あ、なるほど10% を使って買えなかったバッグを買おうとか、あ、あ、じゃあ思い出還元法っていうのは、うん、自分の思い出に還元していくっていう、あ、そうで、少なからず今回の311人の中には、はい、例えばそれで分かんないけど、多分よ、住宅ローンをね、うん、いっぺんに返した人も、ね、いて、ね、はい、共通貨様々、うん、ね、もう すごい思い出になるじゃないですか、うん、確かにだから来年以降はもう家の支払いはないから、それこそ旅行に行こうねとか、ね、ディズニーランド行こうねっていう話になったら、うん、それも思い出になるじゃないですか。そうです ね、あ、確かにそうやって考えたら、まあ、現金にしてる時点で何かその別の用途に使ってるわけですから、そう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 、まあ、例えば美味しいものを食べるのもそうだと思いますし、うん、なんか好きなの車を買うとか、うん、まあ、そういうことも扱ってるかもしれないですね。いや、そうっす。いや、というかむしろそのためにやってんだから。確かに確かに、このポッドキャストのタイトルも、うん、幸せを運ぶって、そう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 、別にお金を増やすってわけじゃないんですからね、はい、幸せを運ぶ不労所得なんで、うん、そうですよね。あ、そうか、じゃあその思い出還元法ってたくさんその、まあ、自分の幸せな時間 を作っていくってことが、そうですそうですそうです。だからもうね、なんとかコインにね、買ってバーンと上がった人たち多いじゃないですか、僕らの周りに、はい、だけど、いまだに思い出に還元してない人も多いんですよ、うんうんうんはい、それはなんかね、こう税金払うのがどうのこうのとかって言ったりとか、もう気持ちは分かるんですよ、うん、確かにそうだよね、うん、と税金、特に住民税は来年来ますから、来年のことも考えて、やっぱりちょっとその現金ね、あとのコインを動かさなきゃいけないっていうのは頭が痛いですよ、うん、確かに分かるんだけど、うん、でもそもそも論としてね、それそもそもそれなんで買ったのと、うん、それ期待してたからでしょと、確かにでそれをもっと突き詰めていくと、はい、誰のために買ったのって話になるじゃないですか、うん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 、もちろん自分かもしれないんだけど、うん、自分っていうのも例えばその気持ちの中でね、うん、あのウェイトは大きいのかもしれないけど、はい、例えばご家族のいる方っていうのは、うん、よくね、シングルマザーのお母さんも言いますけど、ちょっとでも増えて子供たちに残してあげたいとか、ね、親が、はい、その今足が不自由になってきてるんだけど、うん、まだ健康だから今のうちにね、温泉に連れてってあげたいとか、うん、すごい綺麗事に聞こえるかもしれないけど、でもそのためにやってんじゃないのっていう話じゃないですか。確かにそうですねそうそうそう、まあいいんですよ、自分で豪遊してね、なんか東南アジアに女性を買いに行くってね、もうすごい過激な発言ですけど、そういうのが人生の中で一回したいとか、やりたかったこととかっていうね、うん、そうラインナップでこう書いていってね、うんはい、うん、あのハーレムを作りたい、ハーレムを体験したいんだったら、それを思い出に還元すれば、その初めて、なんていうか、利回りはもう出てんだけど、現金変えた瞬間に、はい、これをやっぱ思い出に還元するっていうね、うん、これがやっぱり幸せじゃないですかね。いやー、ちょっと綺麗にまとめた風でしたけど。でも確かにそうですね。いや、でもそれしかなくないですか。いや、だって働く理由も基本的にはそんな感じじゃないですか。いやー、ちょっと今の話聞いたら、僕の目が円マークになってたのかなっていうのをちょっと思いましたね。うん、確かに。だから、福利効果は落ちるんですよ。例えば 30% とかで運用益出て、はい、130% で次、うんうん、例えば、ね、年間 30% 出るものとかに投資していけば、増えるんだけど、うん、なんかそのまあなんて増えるのが趣味っていう人はね、それはそれなりに思い出になってるからいいんだけど、うんはい、でも多くの人がね、実際そのなぜ増やしたいかっていう、そうですね、その理由があるはずですね。そうそうそう、絶対あるじゃないですか。ね、しのきさんだったら出会い系に30万突っ込みたいとかっていうね、願望があるでしょ。答えにくい。ないです。ないですか。ないです。あ、でも一部で還元してもいいじゃないですか。それとか別にその、うん、今あの機種のドンファンじゃないけどね。でも僕も機種のドンファンのあれ見て、はい、1万円を持ってね、うん、素敵な子だと思ってぜひ一回食事したいと思ったんで、一緒にこれで食事行きませんかって、あれってすごい下世話だし、うん、なんかすごい批判な目でもあるけど、
あれができるってすごくない、うん、すごいですよね、はい、ドンファンですから紀州のね、うん、あでもそれが彼の中での正義だったと思うし、うん、それが生きがいだったと思うんですよ、ね、この1枚のチラシ使いながら、うん、ね、あの何歳になっても女抱くみたいなことを言ってるわけじゃないですか、うん、最高の思い出歓迎法ですよね、うん、確かにそのそれも一部のその人の魅力だと思うんで、そうそうそう、うん、それは大いにありだと僕も思ってるんですよね。僕はやらないですよ。え？僕はやらないですけど、はい。まあそういう人もいてもいいかなって、僕はやらないですよ。いや、いいんだよ、やっても。出会い系にも追い込まないです。解放して深夜のテンションで。そう、ちょっとね。まあでも本当におっしゃる通りで、はい、やっぱり、何のためにやるのかっていうのが一番重要かなと思いますし、結局、まあ、僕は思うんですけど、そのなんかじゃあそこに思い出に還元しましたっていう、その思い出が、またその思い出も福利になっていって、そこで出会った人とか、うん、出会った体験が、うん、今度はの次の出会いを生んだりとか、そうなんですよ、人に話していくと、そこで仲良くなったりとか、興味持ってもらえるってことでもあると思うんで、そう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 。だから実は思い出に変えた方が、いい投資になったりもするんですよね。やっぱり物心両面のね、豊かさを、これ聞いてる人はね、まあ、追求していただきたいなと思うんで、はい、やっぱりその、ね、物だけ溢れてたりとかして、うん、やっぱ心ですよ。はい。なんか今日は、悟りを得たみたいな、なんか、配信になってきました。いや、でもそうでしょ？でも本当にそうじゃないですか。僕もそう思いますね。多分誰かのために頑張ってると思うんですよ。うん。うん、そうなので、その誰かのためにね、はい、ぜひ思い出を還元してあげて、はいはい、その人との思い出もね、素敵な人生の1ページを築いていただけたらなんて、小説チックに言いたかったけどうまくまとまんないってイケメンでしたよ。ありがとうございます。はい、はい、藤田区です。はい、いやちょっと今日は、はい、かっこいい締め方でありがとうございました。はい、ありがとうございました。シーノキアサルの気になる話。はい、藤井さん。はい、新作コーナー始まりましたよ。はい、今日は皆さんですね、ズームをつないでね、シーノキさんとやってるんですけど、13日と17日にね、行われる、不労所得、初めての不労所得作りウェブセミナーのね、今なんていうのかな、ズームっていうシステムを使ってやるんだけど、このシステムを使うのがね、不安ですとかっていう方とかのお声が多いので、今日はね、前夜祭みたいな感じで、皆さんお招きしてね、このポッドキャストの収録、公開収録を行っております。はい、ちょっと補足を入れさせてもらいました。しのぎさん、ありがとうございます。はい、全部僕が本来説明するところを、はい、藤井さんが説明して、はいはい、あら、画面が共有されてるんですかね。今ポッドキャスト公開収録ですよっていう意味で、ここからアクセスした人のようにやってみました。ありがとう。はいはいはい、お水も飲んでいただいたところで、はい、あ、見てた。今回はははい、ポッドキャストの、公開収録ということなので、テーマをですね、はい、ちょっと僕から発表してます。はい、新作コーナーなんで僕から発表しますね。はい、お願いします。はい、ダダン、つい先日のですね、確定申告で今年の、はい、暗号通貨での、はい、いわゆる送り人、うん、億を超える、ね、はい、まあ、収入を得たと、所得を得たという方が、はい、331人、うん、だということが発表されました。はい、この前出てましたね。この前出てましたよね。はい、でこれに関してですね、送り人たちが周りにいる藤井さんの、うん、まあ、裏話とか、はい、見解とか、そういったことをお伺いしたいんですが、よろしいですか？あの、なんか太鼓叩いた割には大したこと言ってないよね。そうですね、あの太鼓はちょっとはい、まあ、そうですね。この前、どこから発表あったんだっけな、あれ、財務省だったかな、総務省だったっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、
300人ぐらいのなんか出たとかって言って、はい、え、たったこんだけ、はい、みたいな感じだったけど、はい、まあ実際にね、特に多分 ADA で出てる人が多いですよね。ああ、そうですね。はい、ADA でね。はい。はい、残念ながら僕は買ってないんですけど、ICO の時は。藤沢買ってなかったです。そう、遅れ人です、僕は。はい。遅れ人ならぬ遅れ人、はい、この前ね、そのエーダので申し込み書類が出てきて、俺なんでこんだけ買わなかったんだろうとかっつってね、そうそう、最初でも買っていけばよかったとかとね、当時思って、絶対詐欺だと思ってたんだけど、なんか、ああ、なるほど、うん、まあ、僕のセンスが、そうか、そうですね、はい、僕もちょっと全然記憶いなかったんですけど、うん、どうやら プレセールっていうんですか、うんうんうん、の段階で少し話を聞いてたみたいなんですよね。ですよね。はい。うん、いやー、ちょっとあれですね。まあ本当に情報って大事ですね。はい、そうですね。どうもーみたいなね、遅れ人ですみたいな感じですね、今日は。遅れ人2人でお送りしておりますが、はい。はい、311人っていうのは、実際に、まあ申告した人ですね。うん。はい。で、多分ですけど、多分ね、はい、2,000-3,000人はいるっていう、あとね、はい、その送り人ベースですよ。なるほど。はい、で、僕らの申し込み書が出てきたときに最小限で買っても、あれ10万ぐらいだったんで、はい、ね、10万が、まあ、100倍には少なからずなってたりしてる、100倍までいったんだ、でも70倍とか80倍ぐらいまで時なってたりするので、はい、700、800万とかになる人はもっとゴロゴロいるはずなんですよね。はい、すごいですね。あと ADA だけじゃなくて、昔からリップロか、2015年ぐらいからリップロ持ってたとか、うん、はい、それこそビットコイン持ってたとかね、いう人たちもそういう類に入ってくるので、うん、ただなんかどうやら なんかの記事でも読んだし、どっかからも聞いたんですけど、基本的にもう完全マークされてるらしいですね。じゃあその、例えば、うん、エイラコインを買った人がってことですか？そう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 。あれ、なぜマークできるか分かってます？え、なんでですか？それは、販売者に入ってるから。はい、あ、販売者？そう。販売者に金融庁入ったら分かるでしょ。なるほど。はい。確かにそうだ。それにあれですよね。そのいわゆる、うん、その仮想暗号通貨って、うん、要はブロックチェーンとかで、うん、取引履歴がみんなわかるとかっていうじゃないですか。いや、でも、その、どういうんだろう。着金したタイミングだとわかんないじゃん。なんていうの、ウォレットに送られて、その会社から送られてきたタイミング。で、でわからない、ね。わかんないっしょ、それは。ごめんなさい、ちょっと僕の知識不足で。まあでも単純に販売者に入ったらね、はい、誰に売ったか分かるじゃないですか、うん、で確かに、はい、この1月2月3月3月から仮想通貨っていう名前のついている事業には全部入ったらしいんで、金融庁が、はい、うん、まあ、まずこれで分かるでしょ。で、動かしたら分かるじゃないですか。動かした時点で課税対象になってくるので、例えば、ADA コインからビットコインに変えただけで課税対象だし、ADA コインを誰かにあげても、基本的には、なんか譲渡という形でね、はい。まあ、贈与になるのかな、それ、うん。なんで、まあ、ぶっちゃけ逃れられないんで、なんか、まあ、みんなね、よく言うんですよ。この前も埼玉の人がね、浜松市をいる時会いに来てくれて、最小限で、はい、プレセールで買いましたって言ってて、10万ぐらいですかとかって言って、じゃあそうです、みたいな。ってことはそれ0、2個ぐらい足したぐらいでしょみたいな。話になって、どうしてるんですかって言ったら、怖くて置いてるって。はい。みんな怖くて置いてるんですよ。そうですね。僕の周りでもそんな人多かったんで、うん、ですよね。はい、だからね、どうなるかわかんないんだけど、基本的にね、どういうんだろうな、税金は絶対逃れられないから、
僕はある意味今年ね311人で決済をした人たちっていうのはあの結構良かったんじゃないかなと思うんですよ。そうし、まあ結局この国ね、ビットコインとかエダコインも含めてあの仮想通貨って不便じゃないですか、はい、ぶっちゃけまあそうですね、まだあのそれで決済できるその店舗だったり場所も少ないんで、うん、そうなのでなかなか使う、はい、あどうぞどうぞ、あ、なかなか使う機会はないかなと思いますね、うん、なので僕は311人のその決済をね、例えば全額決済するのか半分決済するのかちょっと分かんないけど、持って保有コインね、例えばADAが100あって50だけ決済したのか70決済したのか分かんないけど、その時点で日本円に変えてて半分近くをね税金で持っていかれたとしても、もともとの原価っていくらなのみたいな話なんですよ。でやっぱりその時の所得税と、まあ、来年以降の住民税だけちょっとのけとけばまあまあそれなりにね現金は残るじゃないですか。はい、でよく思うのがやっぱ仮想通貨で、まあ、ボラティリティがこう激しいから利確して儲けたところをね割と固い運用に回していけばいいと思うんですよ僕。まあ硬いっていうか、まあ例えば 1.4 倍とかも別に利回りは悪くないじゃないですか。はい、うん、って言って本当に円に変えていくっていう作業が結局遅から早から必要でしょ。そうですね、うん、例えば税金がね、あの累進課税の税率が下がるみたいな話も今実際に出てるんだけど、それいつやねんみたいな話じゃないですか。うん、そう確かに、うん、で言うとその持っとくだけでリスクもあるし、あとねちょっとずつ買いたいっていう人が多いですね、なんかね、うん、ちょっとずつビットコインに変えて円にしていきますっていう人たちが、うんうん、あなるほど、うん、ちまちまちょっと使っていくって感じね、うん、あなるほどですね、まあ、いわゆるなんかちょっと今の話からすると 出口戦略っていうんですかね、うん、あのどういうふうにあのこうするのかっていうのを初めに決めとかないと、うん、うん、確かに持っとくだけのリスクっていうのもありますから、うん、なんかやっぱこの国に住んでる以上は円に変えて円でいかに実用的に回していくかっていうことの方が大事じゃないのかなと個人的には思います。なるほど、そうそう確かにそうですね、それそれで言うとまだまだ円に変えてる人が少ないっていう状況かと思うので、うん、確かに税金怖いってのはね気持ち的にもよくわかるしね、あのそうは言っても送られる人に言われたくないって言われたらそれまでだったけどでも逆に言うと持ってるだけでボラティリティ激しいじゃないですか。うん、そうです ね, ね、だってこの前 ADA も35、6円とか言ってて今20円切りそう切ったのかな昨日ね、うん、よくそんなのでこう平然としてられるなっていうかね、うん、いつ決済するんだみたいな話になっちゃうので、はい、うん、って言いながら僕もリップルずっと決済できずにいますけど、はい、ただまあどっかでねやっぱ円にして儲かった分を今度は現物資産で回していく必要は絶対あると思うんですよ。なるほど、うん、僕的にね一番いいなって思うのは仮想通貨でポンと小銭できたら中古マンションとか買っちゃって、はい、で人に貸すっていうねそうそう、これは不動産投資に回ってことですね。そう、これは本当現物資産として、うん、あの流動性もあるし、それあのそこそこの買ったらね、でも中古マンションとかだって割と築年数古くてもやっぱ1000万以下で買えたりするものもあるじゃないですか。うん、うん、それで不動産収入を得る方がよっぽどなんか現実的だし、そう、まあ、そこにあえてねそのキャッシュで買ってもいいけど、あえてその見せ金作って銀行から金借りて、でそこにあの保険かけていくっていうねいつものパターンですけどなるほど、うん、なんかその方が生き金な気がしますね。あ、はい、確かにそうかもしれないですね、うん、なんか、うん、結局怖くて保有してるだけだとそこから何も生まないんで、そう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 、
なんか、そのちょっと組み立てというかプランというか、うん、そういうのはしっかり考えておかないと、はい、後で結局慌てたりとか、うんうんうん、その場その場で、多分下がればどうしようかなってなると思いますし、上がればまた決済しようと思ってどうしようかなってなると思うので、そうですね、はい、はい、なんかちょっとじゃあその保有してるとボラティリティが激しいっていうのがちょっとね気になりますよね、うん、なるほど、まあそんな、そうですね、そんな感じなんで、結論を言うと、はい、生き金に早く変えましょうっていう、僕は思うのは生き金に早く変えましょうっていうのと、はい、決済しなくても、まだ課税されないと思ってる人たちがほとんどだけど、完全に、見張られてますよっていう。はい。売った人のところに金融庁入ってんだから絶対バレてるよ、そんなの。それ怖いですね。まあ、要は誠実にちゃんとやりましょうってことですね。そうです、そうです。本当にそうなんですよ。はい、うん。悪行と税金は逃れられないですから。はい。はい。いや、確かに。そんな感じでね、よろしいでしょうか。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。ちょっと今度から、遅れ人にはならないようにして、はい、しっかりと、はい。出口戦略も作っていこうかなと。ですね。はい。新野さんも、いい、はい、ね、いい、今青年なんで、人生の遅れ人にはならないようにしていただきたいな、というところで、はい、はい。お相手がよろしいようです。ありがとうございます。はい。いい教訓が得ることができました。はい。はい。じゃあ、新野コーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今回、公開収録なので、参加いただいた皆様もありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？番組ではフィナンシャルプランナー藤井に聞いてみたいことや質問を募集しています。方法はスマートフォンで FP 藤井とインターネット検索をしていただき、 FP 藤井の稼ぐ、増やす、守るブログにアクセスいただき、その記事内にある LINE で友達追加をクリックすると LINE にてご質問していただくことができます。今なら藤井が実際に有料で販売していた新規キャッシュポイント構築セミナーの動画を漏れなくプレゼントさせていただきます。またフィナンシャルプランナー藤井が不定期で配信している新規不労所得情報メルマガも無料で購読していただけます。どうぞ合わせて読んでみてください。こちらの感想もお待ちしております。それでは次回の番組もどうぞお楽しみに。